アブドゥンラフマーンは、アフガニスタンの国王、ムハンマド・アフザル・ハーンの息子。アブドゥンラフマーンは、オジシール・アリー・ハーンや、一族同士の勢力争いで、父アフザルを助けたが破れ、亡命した。トルキスタン総督府の庇護のもとで、タシケントに居住していたが、第二次アフガン戦争の混乱の最中に、シール・アリーが亡くなり、その後継者、ムハンマド・ヤクーブ・ハーンも、 王位を捨ててインドに亡命したことから1880年に帰国した。当初はヘラート大使アイユーブハーンと共に繁栄勢力の急戦法と目されていたが、イギリスは予想を超えて膨れ上がる戦費の負担と戦争を主導した保守党が選挙で大敗したことから政権を早々に移上してアフガニスタンから撤退する方向に動き始めていたため、 アブドゥン・ラフマーンは1879年にヤークーブ・ハーンとの間で交わされたガンダマク条約の受け入れなどを条件にイギリスからアフガニスタ国王となることを承認された。しかし、これを認めないアイユーブ・ハーンが傀儡政権の打倒を掲げて拒兵したため中流イギリス軍を利用してこれに対抗した。アイユブ・ハンはマイワンドの戦いでは イギリス軍に勝利するが、結局カンダハルの戦いに敗れ、ペルシャへと逃亡することになった。1881年イギリス軍が撤退して、政権を移譲されると、外交権をイギリスに制限されていたこともあり、内政を重視して、従来よりも、さらに中央集権下に努め、アフガニスタンの封建的拡挙状態の除去と、経済発展を促進した。しかし、 アブドゥンラフマーンの急速な近代化政策への抵抗も強く、古くから慣習により、税金を納めることで、一定の自治を認められていた地域に対しても一切の妥協を許さなかったため、新政権の支持者たちの中からも反対があり、さらに国内の政情不安を指して、再度政権打倒を目論むアイユーブハームが、支持者の多いヘラートに戻ってきた。これに対して、アブドゥラフマーンは、 先手を打つ形で、ヘラートを攻略して、アイユーブハーンを再び、ペルシャへ追い払い、また、国内の反対派にも容赦ない弾圧を加え、当時アフガニスタン国内にいた、ハザーラ人の約6割が奴隷として売られるか、インドやペルシャへの亡命を余儀なくされるほどで、その徹底ぶりは、鉄のアミールと呼ばれるゆえんとなった。その独裁的な傾向のある一方、アブドゥラフマーンは、 当時のアフガニスタンの王族の中では、解明的な法で、ドースト・ムハンマド・ハーンと並び彼の知性で断行された諸政策が、後のアフガニスタンの礎となったことも事実である。ありがとうございます。